はい、今ギリシャの街中いるんですけども、こんな感じで結構こうおしゃれで、あと美味しいお店も結構多くてね、長期間過ごしても全く飽きない感じでね、それがね結構おすすめポイントの1個かなと思います。君のおすすめのお店、お店ジェラータ、ジェラートのお店、ジェラートあそこでやってます。めちゃめちゃ口コミ高くて、うん、Google の口コミによるとピスタチオが美味しいって言って、うん、ピスタチオ昨日食べました。すごい、ギリシャってね、人気のお店はもうコメント数がえぐい、コメント数えぐい本当に、うん、あ、ちょっと乾杯していいですか。じゃあ今日一日チュアー、一日チュアース。はい、じゃあ今日の本題の世界旅行に行くにあたってのおすすめの投資先ということでお話ししていこうと思います。これめちゃくちゃコメント欄で質問されるんですけれども、そもそもお金の話って大きく3つあって、自分で時間こういろいろバイトしたりお仕事したりして稼ぐっていう方法と、あとは自分で経営とか仲介とかして人に働いてもらって仲介料とか経営した分の管理費を抜くみたいな人に働かせるパターンっていうのと、最後にお金をなんか株に投資したりとか不動産買ったりとかしてお金に働いてもらうっていう投資のこの3つあるんですけれども、今日はこの投資の話をしようかなと思います。で、結論から言うと僕のおすすめ投資先は自分になります。いわゆる自己投資っていう形にはなるんですけれども、これマジでトンチとかなんか概念理念とかの話じゃなくて、本当に自己投資は僕は一番いいと思ってます。で、今ってこうお金の話とかで言うと、例えば円安でどん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 円の価値が下がってるとか、今物価が安いところからどんどん値段が上がってってインフレが起こってるみたいなところがあるんですけれども、で、僕は自己投資が最強の投資先だと思ってて、もうどんな時代が来ようと僕の貯金が0円になろうと、僕が例えば1000万稼げる力があるとしたら、これってどの時代であろうと貯金額がなんぼであると絶対変わんないじゃないですか。例えば今年100万円払って買えるものがあるとして、20年後インフレが起こって200万円払わないと買えませんっていうケースがあったとして、円の価値は下がっててもこのものの価値は下がってないっていうのは皆さん分かりますよね。要はその価値があるものそのもの自体に僕がなっちゃえば円安とかインフレとか時代とか関係ないよねっていう話なんですよ。じゃあ具体的に自己投資って何をするかというと、本当に何でもいいんですけれども、元社会人的な立場からおすすめをお伝えすると、例えば大学院に行くっていうのも年収アップするし、資格を取るっていうのもいいし、気になる本をどんどん買って読んでみるとか、経営者の人とか面白いアイデア持った人とかどん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 会いに行って一緒にお酒を飲んで面白いアイデアとかお仕事の話を聞いてみるとかもいいですし、ジムなんかに行って健康に気を使って自分の美容健康を磨くっていうのも立派な自己投資の一つだと思ってます。まあ、それ以外でも SNS を伸ばすでも今時風だし、 SNS に関連してカメラ機材を買うとか動画編集ソフトなんかを買って使い倒すっていうのもすごいおすすめです。このカメラ一つを買ったり、あとこれライト買ったり、あとこのマイクを買ったり、まあ SNS をするにあたって僕はまあこういった投資、自己投資、まあものですねを買ってどん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 サイクル回そうとして今やってるっていう感じでございます。はい、ここまでが投資の話なんですけども、そもそもめちゃくちゃ大事な話があって、僕は人生自体のゴールがお金を稼ぐことではないと思ってて、自分の家族や親友たちとできるだけ時間を過ごして自分がなりたい姿になっていくっていう経験値を増やすっていうのが自分の人生のゴールだと思ってるんですね。そういう意味だと自分の家族と過ごすこと、あとは自分の夢を達成できることにガン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 お金を使うことっていうのが一番自分にとっての大事な投資先っていうふうに思ってます。まあお金って本当に生活をしたり旅に出たりっていうので、確かに必要な分を稼ぐっていうのは大事なので、さっき言ったようなこう資格とか大学院を出るとかそういったのでこう年収アップみたいなのも必要ではあるんですけれども、みんな稼ぎ方とかお金の増やし方ばっかり
かり目がいっちゃって、僕から言わせると稼ぎ方より使い方をどうするかの方が大事でしょっていうふうに思うわけですよ。いきなりなんだけど、みんな例えばここ最近の10年どうでした？25歳だった人は35歳になって、35歳だった人は45歳、45歳の人は55歳、大人になると10年もあっという間っていう感じですよね。自分の過去10年も思った以上にいろいろやり残したことだらけだし、もうすでに2024年も6分の1が終わってしまってるし、次の10年先の自分の年齢考えるだけでおぞましい数字になってないですか？そう考えるとお金って増やすのも大事だけど、今人生で一番若いこのタイミングで自分の何に時間とお金を使ってどんな経験を得るかっていうのはマジで考えた方がいいと思うんだよね。僕たち夫婦は自己実現と家族交っていうのが人生のゴールだと思ってて、世界旅行と家族と過ごす時間に全てのもう時間とお金を費やしてます。追っていくとすぐ違う方向に、いらん買い物したりとか、いらん SNS を見たりとか、いらないものに時間とお金使っちゃうので、毎日メモ帳になりたい姿とか書いて、で間違わないようにその方向に向かっていくように進んでます。全然本当になりたい姿にはまだまだ遠いんですけども、毎日毎日なりたい姿をノートに書いて二人でシェアして毎日毎日努力してます。で昔僕サラリーマンやってた時とかは、まあ安定した収入があって、一方で昔の友達とかで売れないバンドマンとか俳優をずっと頑張ってる友達とかもいたんだけど、当時は本当にそういう友達見ると、いい大人が何を夢見てもう安定した仕事につけよっていう風に正直その価値を感じられてなかったんだけど、今となってはその人生のゴールなく、仕事はあって安定したお金は得てても、ただ漠然と生きてお酒飲んで寝て休日迎えるみたいな、そんな僕よりは人生の大事な時間を少しでも意味のあるようにしていて、リスクを負ってゴールを目指して全力で努力してる彼らの姿っていうのは本当に尊いなって今になっては思います。皆さんの人生のゴールとお金の使い道、時間の使い道はどういう感じでしょうか？はい、で今日はね、今から僕ドローンを買ったんで、ちょっと取り置きしてるんで、それをね受け取りにガジェット店に行ってこようかなと思います。ここ来ました。来ました、テックガジェット。テックガジェット、ここねマジで最強のお店。ここがねマジですごくて、水中ドローンとかあるし、あとこのマウントの数とかもねマジ超マニアック、いろんなマウントの数あります。超マニアックなマウント、これ。これは車とかにマウントするやつですね。日本じゃもうマジで見たことない。ついについに、おーファイナリー、オーマイガー、センキューソーマッチ。これが日本で売ってないねアバターでございます。たまたま見つけて購入してキッティングをしてくれました。うわー、You can also buy sometime different antennas. Uh-huh. The Luminaire. What is Luminaire? Antennas, the brand. Ah, antenna. Ah, I see. Smaller than this. Uh-huh. And a bit better than this. Ah, I see. とっつぁんにちょっと学ぼうか。If you need before the weekend, we have to do. What? Ah. Oh my gosh! Oh my gosh! やばい。俺から見えてるのはこの人のドローン。ルカです。おこの人のドローンが見えてる。Imagine you control it. Yes. Just a second, because we can do it outside. Okay. To be more fun. Okay. But you have to be very careful, very slow. Ah. Okay. I know that. I know that. Oh. すごい。Did you like it? Yeah. Oh. Yeah. Yeah. See the dot? Yeah. Yeah. See the dot? I can see the dot. All right. See? And then move the dot. Move. Yeah. It's visible. Now, hold it. Yeah. Hold it. When you press safety. Oh my God. Point yourself. Ah, myself. Yes. Point myself and go ahead. Okay, okay. When you point the phone, okay, now laugh and got it? Yeah, I got it. Ah, so it's here. And how can I go up? Up.
Like that. And the press. Oh, careful, there is a cable. Okay, it's clear, it's clear. Yes. Oh. どう？いい感じ？めちゃくちゃクリア見えてる。気をつけてね。Yes. Don't move your head. Your head to stay still. Okay, I can control. Yes. Oh my gosh. Oh, really? Really exciting. Yeah. As long as you learn it, yes. You will freak out. Oh my gosh. すごい。すごいね。超すごい。しかもここでテストさせてくれるのすごいね。すごいね。日本じゃない。日本じゃありえない。すごい。Thank you. ということで今日はですね、世界旅行をやる前に自己投資していたことは何かっていうことについてお話ししました。これからもどんどんワクワクするようなコンテンツを発信していきますので、ぜひともチャンネル登録といいね忘れずにお願いします。それでは人生は自己実現と家族を、上級のご意見は続く。